こんにちは、パパパイングリッシュのナッキーです。最初はある担任の先生と思いつきでやったんですけど、とってもうまくいったので他のクラスでもやってみたらやっぱり楽しくって、その後どのクラスでやっても今まで失敗なしで、しかもとても効果がありました。おや、これはもしかしてもう定番になりそうな、今日はとっても楽しくてスーパー簡単なアクティビティをご紹介いたします。サバイバルゲームっていうのは文字通り最後まで残った人がチャンピオンっていうゲームです。先生はこの単元のキーフレーズ Do you have? でみんなが持っているカードを聞いていきます。でこれに対して最後まで No I don't って言い続けられたら勝ちですよね。で最後まで先生に持ってるカードを当てられなかった子が勝者になるわけです。もうね、運だけのゲームなので慣れ親しみにはぴったりですよね。やり方はまず12枚のカードの中から1枚だけ好きなカードを選んでもらいます。そして、後ろにカードを隠して立つように指示します。 OK everyone Choose one card and hide itBehind your back とか、ね、後ろにとか言わなくてももうジェスチャーで Hide it like this、ね、ジェスチャーで後ろ手に隠すようにこれ見せます。そして先生は黒板用の絵カードの中から1枚選んでみんなが隠しているカードを当てます。もう当てるっていう感情で聞いていきます。これ練習だけど言語活動に近づけていきます。そしたら子どもたちも本当に持ってない子は No I don't! イエーイ!みたいに言えるし、持ってる子はやっぱちょっとがっかりしてね Yes I do! みたいに言えますよね。これちゃんと感情が乗っています。 Do you have a magnet? No I don't! Yes I doWelcome, welcome. Okay, so what's next, do you think? Ruler, it's okay? Okay, let's say. One, two. Do you have a ruler? Yes, I don't. Chip? Hi. What do you think? What's next? Marker or stapler or calendar? Marker. Okay, let's say. One, two.Do you have a marker? No, I don't! Yes, I do! Wow, just two students! What do you think? Stapler? Okay, so do you have a stapler? Okay, one, two. Do you have a stapler?No, yes, I don't! Yeah! Wow, you survived! 何持ってんのか聞いてみようか。What card do you have? One, two. What card do you have? Eraser でした。Wow, you are the champion! Everyone, big hand! Yay!というわけで、ぜひお試しあれ。